パオ吉はノズル爆発。はい、パオ吉大好き、なにわのひみろっくです。おっす、いつもありがとうございます。さて今日はですね、いつものお店にやってまいりまして、まあいつも通りのディスクアップ実践というわけでございますが、この前の誕生日動画ではもうまさにうんこちゃんのような結末になってしまいましたけれども、まあ、今日こそは2000枚を目標に叩き出してやるぞと、まあ、そういう気合で頑張っていきたいと思います。あ、これそうなんです。こちらの T シャツはですね、パチンコ大好き脳汁男こと、パオ吉チャンネルから、プレゼントでいただきまして、もちろんもうチェックしていただきましたよね。はい、パチンコチャンネルの方でコラボ動画もアップしておりますので、パオ吉チャンネルと合わせてぜひともチェックしてみてください。はい、というわけで本日もハイパーウルトラギャラクシーベギラマメラゾーン、サッカーよ。
じいさん、おはようございます。いいいい、お前は僕アブシャー。
め。
可能性もあるしね。いつもやってやめますけどね。やめると思います。やめやめや。おっす、お疲れ様でした。いや今日はなんとかね、動植ビッグがまあ固まって弾けたっていうことで、ほんとラッキーボーイで、まあ、誕生日動画のリベンジは果たしたかなと思います。まあ、目標とする2000枚っていうのにはちょっと届かなかったですけどね。まああの人並み超えてからの第2ショート、ラジカセスイカソロって外すと、こんだけディスカップ売ってますけど、ラジカセからの消灯で外したのね、今日が初めてなんですよ。そして、いきなりルーレット、普通の9枚役、まあ、立て続けにこういう現象が起きるとね、どう考えてもこっから上に上がっていくっていうのはちょっと考えられへんなと、まあまあ自分の引きの話なんでね、今から他の誰かが座ったらどうなるかは分からないですけども、まあ、あれがやめ時かと、もうそういうふうな判断で終わりました。はい。ところで、なんで真冬やのにこの T シャツをまだ着てるかって？だってパオ吉にプレゼントですよって言われたけど、本当はこの T シャツで物販ビジネスを新たに始めるから、お前しっかり宣伝しとけよって体育館裏に連れて行かれて言われた。年上なのに情けない。死にた。物販ビジネス、怖い。お疲れ様でした。元気か？バイバイ。ありがとうございました。